こんにちは。あやみずブリージーワインです。今日は特別2本開けます。なぜかというと、みんなには見えないんですけど、静かにしてる友達が今日遊びに来てくれてるんです。わかりますか？じゃあ、今日開けるのは、まず1本目が、ヘンケルトローケン。これジャーマニーですね。あ、ありがとうございます。そう、トローケンって私は言えないっちゅうね。トローケンです。ドライ。ドライですね、うん、そうです。なぜならドライセックなんで、はい、ちょっと辛口、私好みなんですけど、じゃあこれまずちょっと開けましょう。暑いですね。外はそんな暑くもないけど、うちは暑いです。あー、よし。これ手間かかるんですよね。おー、あ、そんな天井に穴が開いちゃうからやらないです。上品に開けていきます。いただきます。あ、いい感じで、香りは普通にスパークリーンです。じゃあお客様から最初に、架空じゃないんです、本当にいるんですよ。見えてないけどね。おります。ほらほら、声がしたでしょ。そうそう、ほら、あやみはお友達がいないと思われてていないんですけど、たまにいるんですよ。はい、どうぞ。じゃあ、はい、どうぞ。はい、普通にそんな、きっと緊張してないけど、私がベラベラ喋ってるからね。乾杯しましょうよ。さあ、しましょう。もちろんドイツだからね。なんていうか分かってますね。そう、プロスト。そうです。じゃあ、いきまーす。プロスト。プロスト。プロスト。チアーズと乾杯と、プロストです。じゃあ、いただきまーす。ん？美味しいけど、じゃないけど、甘いよね、はい、うん、だからドライセックの割には、あ、同じ件が出ました。ちょっと甘め。でも、美味しいっていうのは正解で、もう冷えてるし暑いし、まずいわけがないっていう感じですね。うん、もう一気に飲んだ。ごぶぐぶ飲めちゃいますね。まあ、香り、スパークリング。味、ドライセックなのかなっていう感じの、嫌じゃない甘さですけどね。そんなにこう、絡みつくような甘さじゃないんですけど、そうです、まあ飲みやすいですよ、すごく、うん。あ、次、このプレゼントでいただいた、お持ちいただいたんですよ。グローブミルっていうブランドですね。で、これニュージーランドです。で、ピノグリです。ピノグリース、たったった、はい。で、このグローブミルですけど、ブラブラブラって後ろに書いてあってですね、まあ、長いから端折って、これはね、リッチな感じのピノグリで、フレッシュピーズ&スパイスってなってます。じゃあ早速開けてみます。ピノグリはね、超久々ですね。いつもセブばっかなんで。で、通常通り言いますよ、このワインも色は綺麗です。うん、結構黄色が濃い色ですね。で、香りもいいですよ、ピノグリースの。こう、声は出てないけど、すごい微笑んでます。うん、お姉様方でした。あ、美味しい。ありがとうございます。あ、じゃあ、ちょっとテイスト言わないとね。なんだったっけ？フレッシュピーズ&スパイス。それはわからない。でも美味しいピノグリで、ちょっといい星マークを今日つけちゃうと思います。これもグビグビいっちゃいます。あ、そんなにピノグリ大ファンでもないんですけど、美味しい。久々だからかなとか失礼なこと言って。このピノグリ自体がそんなに辛口っていうのはないのかな。だからやっぱちょっと、そう、フルーティーな甘い感じな。ということで、私たちランチも食べたいし、私ランチも今から作んなきゃいけないし、この辺で。ということで、この2本、とってもおすすめです。じゃあね、バイバーイ。